ックマン8メタルヒーローズ、ロックマン8メタルヒーローズ7回目、残るボスはあと2体。この顔面が2つあるやつと剣か、どっちも強そうだけど、こいつの怪しさが怖いんだよな。こっち行ってみるか、強そうだけど。何マン？でけえな、なんか。ソードマンかっけえな、ビジュアルがかっけえ。刀身がやっぱもう違うもんね。ソードマン。お、これなんだ、ジャングルステージか。ああ、前回取った武器試してないや。アクアを倒して、ウォーターバルーン。どんなん？ん？ビチャ。当てやすいような、当てづらいような。あ、え、あ、なんか押しちゃったよ。おーいっぱい出たね。いざとなったら、アストロメテレをぶっ放せば、結構どうにかなる気がする。アストロほんと使えるよな。うわ、また迷路か。迷路勘弁だぞ。上行くしかないか。これなんだ？あ、ワープ？おい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 、よせよ。あ、これか、これか。あ、ちょ、これ、あの、おー、びっくりした。あぶねえ。あれをスイッチね。あれスイッチ打てばいいのね。お、ちょ。あ、これサンダーか。サンダー、あ、ちょ。今、サンダーでぐるんといける場所があったな。フック引っ掛けられる。サンダーってさ、いや、いけないか。あの、引っ掛け穴を見つけたら、ぐるんっていける。だから、上とかにも打てんのかなと思ったけど、そういうわけでもねえのか。うん、違うな。あ、ネジ。ちょ、危ない。サンダー。おー、よし。あー、どうよ。怖っ。焦るわ。ちょっとなんだよ、ここ難しいな。なんだこれ。これ押せばいいのか。あれ、なんだろう。これまたワープ？すーげえ迷路だな。あれ、なんだ。ん？あれ？これ最初来なかったっけ？ん？あ！ああ、今、ここからのワープで、スイッチを押したからここが開いたってことかな？多分そうだよね。向こうにも、なんかピンクの丸いのがあるから、ワープしていけって感じか？行ってみよう。うわ、暗い。待って、なんか、あ、ネジある。なんかギミックありそうだな。明かりつけるギミック？グレネード？あ、ちょっと明るくなった。あ、ちょっと明るい。でも、まあ、うん。この棒に向かって、あ、いや、ちょっと違うか。ほんとグレネード、万能。よいしょ。あ、いた。進んじゃおう。あ、押しちゃった。ん？なんだこれ。え？おう。え、今の何だったんだろう。今の何だったんだ。今の謎解き要素だったけど、なんかあっさり解いちゃった感じ？いや、でも順番に押しただけだよな。あ、でも今ので、二つ目がこれ開くと。面白いね、このステージ。じゃ、どっち行くか。あ、これで右と左があると。
ち行ってみるか。わ、なんだこの感じ、なんだこれ、ん、あー、なるほど、打ってここに合わせる、どういうこと、おーいお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 い、あれ、あ、わかったよ、浮かせられ、浮かすんだな、これだな、ちょっと待って、でもこれ難しいな、こうか、あー違う違う違う、あ、いた、こうか、あれ違うの、ちょっと場所が、あー、あ、いやいや、いや場所がよいしょよいしょで、あ、ここちょうどいいでしょ、ここで浮かせる、よーし、こういうことだなるほどな、ギミックが面白い、これは、え、向こう、あ、だからこれは向かせんのか、浮かせ、浮かす、あ、浮いてる浮いてる、あ、あああああああ、浮い、この状態で、あああああ、うん、ちょっと跳ね返りで強バスター打ってよいしょ、ここか、あー、ずれた、あ、いいんじゃない、おっしゃ面白い、これよいしょ、ソードマンステージすごいいい、なんか面白い、これでまた開いたでしょ、あ、開いた、3つ目開いた、ソードマンっていうぐらいだからね、なんかトゲトゲがたくさん、あー、食らいに行っちゃった、ちょっとここで回復、回復を狙いに行くってダメかな、微妙、よし行こう、これなんだ、あ、これはね、ロックマンおなじみ、火は凍らせ、火は凍らせじゃない、ほら、こういうことでしょ、待って、あー、一撃、あー、一撃なのかこれ、あー、でもコーラス作戦は合ってたな、ちょっと油断したわ、一撃か一撃なのか、おーっと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 、なるほどな、ブリザードをガンガン使っていかないとここは危険だな、これさ、あ、いいね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 、こういうことだよね、こういうことか、そうそうそう、古代からロックマンは火を凍らすことで進めてきたんじゃい、これがなんか下に行ってる時にこうやって、あ、よし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 、あ、めっちゃ行った、めっちゃ行った、めっちゃ行った、あ、めっちゃ行った、めっちゃ行った、めっちゃ行った、やり、こうでしょ、こうでしょ、伊達に8作目までプレイしてねえよ、ど下手くそやけどね、未だにね、あ、でもこれでいいんだ、お、お、開いた、イエー、うわ、なんか危なそう、しなんもない、中ボスの気配、うわ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 、なんか来た、なんだ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 、やばそう、あー、痛い、グレネード、あー、ボールだったグレネード、あー、グレネードいいね、グレネード、うわ、避けづらい、うわ、なんだこれ、危ね危ね危ね、ちょ危ね、食らってんのかなこれ、あ、倒したのかな、あ、倒したっぽい、よっしゃー
いやグレネードが一番まあ一番使えるのはアストロだけど、あれ4回しか使えないからな。これは何？なるほど、こういうことね、こういうこと。おー怖え。お、いやこれなんだよ、あぶねえ、あぶねえ、ちょ、あ、何、座れてる、やめろ、変態、貴様ら、メテオ行っちゃった。何が、やっぱグレネードか、グレネード持ちながら行くか、あぶねえ、ちょ、うわ、今のやりづらかったな。やば、ゼロ機になっちゃった。待て。よし、ここだ。メテオかな、ここメテオ案件だな。いや、こいつうぜえな。あ、やった、大回復だ。くそ、焦った。いやーむずいな。一発で死んでしまうのはね。でもこの一撃死こそロックマンって感じはするよね。よし。こいつグレネードだな。お前嫌い、吸血鬼。ここがちょっと怖えぞと。グレネード、あったったギリギリ今一瞬落ちてたような気がしたけど、これはやべ。そういうことか、一番奥か。そうだよな。ああ、そうだよな。いやー、これ初見きついな。待て、燃える。行き過ぎた。いや、いける、大丈夫か。よし。こうでしょう。なあ。と。よし。よし、バッチリ。トントントン。うわ、あ、そう、うざい。あいつ、うざいな。うわー、すげえ、嫌いになってきた、ソードマンステージ。さっきまで、序盤すごい楽しかったのに。いやー、これ、きついなー。トン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 、うん、トントントン、よし、オッケー。で、ここやな。ちょっとタイミングを見て、右、今、大丈夫か、大丈夫か、これで。どうだ、あっ、ダメだ。あ、なるほどな、左に行くのな。初見死ぬて、そりゃ。いや、でも分かった。死にながら成長している、これは。なるほどな。上に行った後、さらに左に行くのな。よく作られてんな、このギミック。ギミックの進化になんか感心するわ。ロックマン成長したなっていう謎の感動があるわ。
ほっ、よしバッチリ。でこっからここちょっとタイミングを見て、こうが行った後、行った後、ここよいしょ、間に合うか。で、で、え、あれ、なんかギリギリ当たっちゃった。あれ、今トゲ判定だったのかな。マジかよ。あそこは死にポイントだな。よいしょ、トン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 。ほっ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 、終わったねー。でここ、ここよね、ここよねー。おおほほ、これ行った後、行った後、行っ、よいしょよいしょよいしょ、よし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 。で上がって、上がってから左行ってこうか。いやー難しい、これは大変だね。え、え、え、なんだここ、お、お、お、なんか、え、あれ、なんか、あ、あ、あ、なんかありそうだね。え、ここ壊せないか。めてよ。あれ関係ないん、にゃい、関係にゃい。あー、またこれか。ちょっとメテオ装備で行こう。ここ敵。わわわわ。動くのか、動くのか、動くのか。怖っ。怖っ。うわ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 。あれ？いや、もうボス。あ、もうボスだ、やった、よっしゃ、ついた、一気残ってる。いやー、なんだろうな、とりあえずグレネードで様子見だ。どんな感じ、うわかっこいい。お前を切る、お前を切る、サムライアン。うわ、え、なに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 、早っ早っ、ちょちょちょ、え、早いな。うおー、戻ってくるよ、戻ってくるよね、こうだよね。あ、上半身かしか、うわうわ、もう上からも来んのか。攻撃パターン、うわ、攻撃パターンがめっちゃ多い。飛ぶと、あ、でこれスライディング、ジャンプすると上からなんか落としてくんだよな。あー、こんなもん来んのか。おーい、あ、でも結構、あー、これがわかんねえ、これがわかんねえ。ジャンプすると上からね、ジャンプすると上から。あー、でもいい勝負してる。あ、これが上から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 。あー、なに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 。あー、またこれスライディング、スラスラスライ。あー、でも半分ぐらいは削ったな。半分削った。いや、これグレネードでいけそうな気すんな。ちょっと頑張ってみよう。手加減はしない、真剣勝負だ、真剣勝負だ。いいね、グレ、うわー、そうか、ジャンプか、ジャンプか。あ、よいしょ。あ、ファイヤースラッシュ、スライディング、スライディング。おい、避けた。おい、これ危ない。スライディング、スライディング、早かった。うい、これが、これ避けよ。あ、ジャンプ、ちゃっ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 ちゃ。うわ、またか。よいしょ、よいしょ。
うわー、あった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 、よいしょ、痛い。いやでも結構結構削ってる、削ってるよ。もうあと一撃、あ、うわ惜しかった、あと一撃やん、惜しかったな。いやでもグレネードでいけそう。こっから、こっからか、こっからなのな、これやだな。次でちょっと一気も死なずに行って倒そう、サクッと倒そう。よいしょよいしょよいしょ、痛い痛い。ちょっとグレネード節約したいけど、まあでも1回はしょうがないか。ここここをとりあえず死なずに、よいしょ、あ、やった、ワンアップだ、やったー、ありがてー。でここここがすげえ危ねえ、これがいったあと、よしよし、こうで、でよ、よっしゃー、 OK。 ここなんかありそうだよな、ないんだな。あ、めっちゃ回復出してくれる。ここも怖いぞ、ここも怖いぞ、怖いぞ。あ、お、う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 ん、なん、ちょっと待って、回復ちょっとだけでも回復出してくんないかな。ライフ回復欲しいな。いやー、グレネードは満パンなんだけど、ライフ出さない、出してくんない、ライフライフ出してくんねえか。出さないのかな、この敵は。行くしかねえか。よし、頑張ろう。気は引けるが、お前を切る、お前を切る。お、な、それがよくわからん。バリア、バリアか。わあ、これも避けづらいんだよな。あ、ジャンプジャンプ、うわーっと、スライディング、スライディング、あ、あ、ジャンプ、忙しい、お前忙しい。あ、また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 、わあ、あった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 、いやでもいい感じいい感じ。あー、上から上から、よし、スラッシュ、うー、ジャンプ、スラ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 イディング、痛い、いや食らっちゃうな、ういーういーういあ、上からもうちょい、バリアバリア、あ、いや、スラッシュ、これででももうこれでどうだ、やった、やった、倒した、ソードマン強敵であった。これで何、ソードが使えるようになる。俺前にちょっと覚えてんのがさ、黒ひげ危機一発みたいな、あれなんだっけ、テングマンだったっけな、なんか樽に剣を刺してある場所で、なんかネジのなんかあったんだよな、あれを回収に行きたいけど、どこだったか忘れたどこだったか忘れたから、また今度にするわ。今ちょっともらえるものあるかな。あ、でも6個も持ってんのか。じゃあこの3発に打てるっていうラピッドパーツを買ってみようかな。
ロックバスターが1回のショットで3連射できるようになる。よくわからんけど強そう。これにしよう。ちょっと試してみようかな。ありがとうロールちゃん。どこだっけ、黒ひげ。ここだっけ、違ったかな。これあ、かっこいい。なんか X のゼロみたい。うわかっこいいな、この剣。範囲狭いけど。ちなみにバスターは、あ、ほんとだ、3連射、3連射撃ってるかも。へえ。ここで合ってたっけ、あれあれあれ、なんで取ってねえんだ。ああー、なん、そっか、ロックボールの使い方を分かってなかったから取ってないんだ。言うていけるかこれ。待って、こっちで練習しよう。トントン、あれトントン、違う、トントン、こういうことな。今の感覚を忘れないうちトントン、あー、ダメだ、ダメだった。あー、まあ、しゃあない。で、樽ここじゃない気がすんな。関係ないとこ来ちゃってる。あれ、テングマンか、クラウンじゃない。よいしょよいしょ、ここやだよな。うわっ、危ねえ危ねえ、痛い。うう、あー、この丸バツのやつね。戻されるやつだよね、これね。よいしょ。ここじゃねえな。これ、関係ないことしてんな。でも、あそこに一個あったんだね。取り逃しネジ。なんだ。こいつやだな。すげえな、こいつ。どうやって勝ったんだ、これ。よいしょ。強っ。倒した。出よう。ここ関係ねえわ。関係ないけど、あの最初のところにあったあれ取りたいよな。ジャンプしてセーブはいいよ。ちょっともう一回あのネジ回収だけしたい。いや、ロックボールがいまだにちょっと難しいな。3連射がこれ使えるのかどうなのかよくわからん。トントン、ダメかダメだ。もうちょっと練習しよう。あ、これできんじゃん。違う。あー、こういうことな。あー、
なんか半々ぐらいの確率でできたりできなかったりだな。でもあそこはこれ使うしかないよな。他に、あ、セーブしちゃった。まあいいか。他になんか方法がないよな。よいしょよいしょ。ちょっともうソードマンはクリアしたけど、ちょっとネジ回収で遊ばしてください。よし、いくよ。ダメじゃん。なんか上に当たってるもんな。なんか違うのか。ちょっと他の方法というか、ジャンプしてからボールを投げるんじゃなくて、事前に置いてある状態からのジャンプを試してみよう。レディー、よいしょ。何？これチャージできんの？あ、すげえ、こんなんできた。え？あ、これレーザー。え？え？何？今の何？え、これ何？こんなんでき、え？ボスアイテムを持ってる状態でチャージショットすると、レーザービームになるの？ちょっと今さら。すげえ今さら。だって普段は、なるほどね。今さら気づいたよ、それ。これ置いてる状態で、これ、あ、いやいやいや、違うな。いや、でも、ジャンプして落ちてる瞬間に、いやいやいや、ここ、むずいな。できる？これ。走る瞬間に、だ、早すぎると壁にやっちゃうから。レーザービーム、あ、レーザービームいいじゃん。ちなみにこれは使えないよね。竜巻は使えない。ダメ、関係ない。うまい具合になんとかするしかないんだな。落ちる直前にボール、落ちる直前にボール。いやー、違うのかー。違うなー。わかんねー。ちなみにこれら何？なんかいっぱいゲットしてんだけど。え？何それ？え、何それ？何それ？え、何これ？え、何これ？何、ちょ、何、ラッシュ何それ？え、何、何それ？お助けアイテムめっちゃくれるラッシュ来た。ちょっとそんなん今初めて知ったよ。何それ？これ何？え、何してんのこれ？あ、もしかして爆撃機？ラッシュそんなんしてくれんのかよ。言えよ。ラッシュ強化知らんかったよ。今知ったよ。ラッシュ言っとけよ。それはお前、じゃあちょっと、まあ今のこれはまた別の時に練習します。テングマンだったかな。タル、あれ？普通の状態でも、あれ？レーザーになってる。あれ？ちょ、あれ？どういうこと？どういうこと？ん？どういうこと？あ、
選べんのか、選択式か。これがノーマルバスター。なるほどね、選べたんだ。いや、じゃあこっちの方がいいんじゃない。あ、強い強いじゃん。なんだ、全然有効活用してなかったんやな。よいしょ、あぶね、あぶね、うい。あ、ここな、これな、これやだよな。あれ、ここだっけ。あれ、樽が出てくる雰囲気じゃないぞ。いいね、レーザー強えな。お、ひひ、あー、これシューティングか。あれどこだっけ、マジで忘れちった、完全に忘れちったよ。うん、いくだす。ちょっと次回までに調べときます。どこ、ちょっと自分の動画見直して撮ってないとこどこだったかっていうのをちょっとね、ちゃんと見とくわ。うん、さっきのクラウンマンで合ってたんかな、わからん。わからんわ。ちょっとここ楽しい。ここ久しぶりにやるとこのシューティングすげえ楽しいな。死にそうだけど。あ、もうライフねえわ。ライフ、あ、死んじゃった。これもう面白いな。よし、じゃあちょっと今回は、ここまでにしときます。ちょっとネジ回収はできなかったけど、実は意外とラッシュのなんかができたり、こんなレーザー使えるぞってことが分かった。ようやく今にして分かった。いろいろ試してみないと分かんねえな。うん。はい、じゃあ、今回はここまでで、俺はこのまま一人で遊んでます。はい。ご視聴いただきましてありがとうございました。